遠い夏へ耳を澄ます、期待しては振り返るか、希望し君と出会う予感化して、まだあの日の影を探している。舞台は廃墟と化した鳥山高校。建物は荒れ果てている。ここが鳥山高校か。まるで廃墟だ。こんなところに何があるってんだろう。なんだこれは。鳥山高校の校章か。なぜこんなところに。この学校、どうやらまだ何かを伝えようとしているようだな。みんな、今日から新しい取り組みを始めるぞ。この学校の再建を目指して、みんなで力を合わせよう。でも先生、こんな偏差値36の学校から東大なんて無理じゃないですか？そうか、無理だと思うか。でも、俺は違う。俺は信じている。君たちはその力を持ってるんだ。でも、どうやって東大に合格するんですか？東大に行くためには、ただ勉強するだけじゃない。ほら、東大行け。そうだろう。え、何言ってるか分かんないよ。え、何言ってるか分かんない。え、何言ってんだあれ。何言ってんだ。先生、って何ですか？聞き取れなかったです。それは君たち自身が見つけ出さなければならないものだ。君たちにはその力がある。俺は信じてるんだ。先生、今まで何もやる気起きなかったけど、今の言葉で何か変わった気がしますよ。東大合格頑張ります。よく言った。それが俺の求める姿だ。みんなで力を合わせれば絶対に夢は叶う。この学校にはまだ希望がある。俺は彼らを支えてやれる。鳥山高校の再建、俺が成し遂げてみせる。うん、鳥山高校、俺が必ず立て直してみせる。そして生徒たちが東大に進学する日を見届けるんだ。先生、申し訳ありませんが、東大なんて夢見るのは無駄だと思います。私たちはただの落ちこぼれです。君が言う、落ちこぼれだって言うのかい？そうです。君は今までどんなに苦しい道を歩んできたか、俺にはわからない。でも絶対に諦めるな。君たちには未来がある。それを信じてくれ。わかりました。諦めるのはまだ早いですよね。私も頑張ります。そうだ、それが俺が求める姿だ。みんなで力を合わせる。絶対に夢は叶う。
はい。羽ばたきと生徒が手を握り合い、決意を固める。その姿を背景にして夕日が美しく輝いていた。いつまでも追い続ける君の一挙一動、目が離せないで奪われている。